モジュールとは、強律電子産業が発売している、緑色レーザーダイオードモジュールである。同社では、赤色レーザーダイオードモジュールも販売しているが、これが強律モジュールと呼ばれることは少ない。強律モジュール分解。上が黒強律、下が新強律黒強律の最小構成。電源投入のみで使用できる。モジュールの種類には、以下のものがある。いずれの製品も、 米 z ボルトの OEM 製品と見られている。普通、日本国内製造の緑色のレーザーポインターは、1メートル W 未満の出力で3万から4万円ほどの価格であるのに、対し、強率モジュールは3から5メートル W 以下の出力の、モジュールは1万円以下と市場と比べると、比較的安価である。また、 簡単な改造により 20mW100mW ほどの出力を得ることができる。真鍮製の本体と駆動回路のスプリング部分に 3V の電圧を加え、タクトスイッチを押すことでレーザーが出力される。電源が投入されると808ナノメートルの赤外線、レーザーダイオードが発信される。赤外線を n d エボ4結晶に当てる。n d エボ4レーザーが発信される。ND、エボ4結晶に接着されている非線形光学結晶により第二高調波の532ナノメートルが得られる。なお、漏れた赤外線は赤外線カットフィルターにより除かれる。新強率、黒強率ともに精密な LD や結晶を使用しているため温度変化に弱い。特に新強率は高温に極端に弱く。 黒強率は低温に極端に弱い傾向があるため、炎天下や寒冷地での運用に特に注意が必要。黒強率は温める装置すら必要になる。他に、一般で入手できる緑モジュールとしては、秋月電子通商が販売する、LM-100ND などがある。どうチューンしても出力は1メートル W 未満と、低めだが、専用集積回路が入っているので出力は、 非常に安定している。また、基板をチーずに直接駆動させると、黒強率を超える出力が出る場合がある。ありがとうございます。